はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラコンガです。今回ゴグフリね、今気づいたわ、制御不能ってお前おったんやと思ってはい、無限上昇なんですけど、まあ弱いです、ミラー、まあ、今回こいつを使っていこうかなと思ってます。左から2凸、無凸、2時、2時、1凸、2時、2時、リングレベルはブロリーがマックスです。やっていきましょう。ドロリーはもうちょっとだね。いや、やばいって。これやばい香りするって。3ゲージね。3ゲージ消し飛ばせばいいんだろう。任せろ。消し飛ばしてやる。まずはアイテムじゃない。フィールド効果使います。これ真ん中配置の方が良かったな、そう思うと。うわー、思った以上には削れんな。あ、しかもブロリーと重なってなかったやん。やってもうてるー。まあいいや、俺としたことはまあミスぐらいあるよ。まあ今お酒飲んでたっていうのもあるから余計にミスするそらミスしますがな。ぶっ飛ばすな。これで倒せんかったら多分負ける。アタック下げるんじゃないわよ。あと追撃次第だ。この一旦で KO する。 OKOK、 いけるいけるいける。うははは、砕け散れ。そう、今日はお酒飲んだ後に今実況ちょっとやってるんですけども、なんだかんだまだシラフですよ。日本酒ちょいちょいちょいって飲んでる。オーケー、ナイス。なんで今回サポアイテムをお化け持ってきてます。ミラだけだと不安だからね。これドロリーは、裏に回ってもらうか。こっちで行きます。おーい、余計なことをするんじゃない貴様。倒されたいのか俺に。いや、やばいな、これ。計算上、多分ね、セルマックスがアクティブ、打てない時にミラーがこっち来るから、アイテム使わざるを得ない状況かも。まあ、ちょっとね、さっきのターンはミラーの細かいステータス、ちょっとね、ワンパンする必要があったんで、ちょっとお見せできなかったんですけど、まあ、この後多分、ゴルフリー17号あたりで多分お見せすることになると思う。めっちゃ痛いな、鼻が出る。うはははは、砕き散り。これでも誰が軽く出す。ってことはブロリーがもう早めに変身した方がいいよな。ってなるとそうだよな。まあ、それかフィールド効果を温存してやっていくからね。まあ、それもありっちゃありか。まあ、とりあえず、まあ、でも、ワサブロがいるんだったら大丈夫かな。とりあえず、お前はアクティブ打たんとあかんので。で、お前はそんなに打たなくていい。問題は、こいつですね。こいつの、超必殺技がアタックを無限上昇させてくれるから、まあそれはでもこいつも一緒なんだけど、まあ、とりあえず打たなきゃいけないっす。ぶっ飛ばしてやるぜ貴様を。こっちにはミラちゃんがいるけど、そんなの関係ねえよ。ミラちゃんだって輝いてくれるさ。これ俺好きなんだよね。超必殺技より俺必殺技のモーションの方が好き。これ多分あれだよね、Z の映画のやつだよね。最初にブロリーが登場した時の、悟空に対して気弾を連発して撃った時のシーンですね。多分あれをオマージュして作ったんだと思います。これはさすがにアイテム使いますと。マストだね。マストで使わないといけないっす。なんで使って、しかもこいつリンクマリーナ、タフネス戦士ってなんやねん。ゼノバースっておんの？おるわ。ゼノバースっておったやん。
ちょっと積んでみる。逆にみんな見たいでしょ。8万7000って。リンクつながってないにしろ8万7000って。見てこの子、けなげに頑張ってんでんで、2000万出してさ。ほらもうすごいね、頑張ってるよ今。そんな冗談言ってる場合ちゃうで。まあ次どうするかでね、アイテム使いたくないから技風呂を先頭に置いてって。あーやる気だせ、減ってないやん。減ってんのかこれ、減ってんのか。わずかに減ってる風にも見えんことはないけど、こう技プロ戦闘にし、ああミスった、アクティブ打つの忘れてた、バカ野郎。これでいきます、やってもうた。でもそんなの関係ねえよ。ひゃっほー、思った以上に削れんかったな。あのディフェンス力を見たでしょ、みんなさ。多分あれ一発食らったらさ、通常攻撃でも消し飛ぶと思います。多分 100% ぐらい。珍しいな、こいつゴルフリ17号が打ってこないなんて、戦闘で。ってことは、これ打ってこないか、2番手で打ってくるか。打ってこないやつだね。多分打ってこない。基本こいつ、意外と1番手に対して打ってくるイメージがあるから、多分ここまでだったら打ってこないんじゃないか、わかんないけどね。あ、打ってこなかったね。こいつは残します、絶対に残すと思ったけど、この体力ゲージ削れるから。どうしようかな、これアイテムを、そうだ、アイテムは残さなきゃいけないから、これはセルマックス打つのが正しい。打って打ってここで打ったってことは、必然的にこのターンで倒さなきゃいけないから、だってね、そういうことだよね。多分ね、みんな思うと思う、あれ皆さん全然活躍してないじゃないですか、多分ね思う人もいると思う。今更言うけどさ、あんなん活躍できると思うかこっちはもう食らったらアウトなんや一発でも通常攻撃が。そう思うと常駐できひんって、無理や、あんなん常駐したらさ、これ多分一生かかってもこのバトルスペクタル終わる気しない、絶対終わらん。さあここからですね、ちゃんとアクティブ打ってから始めよう。だってほら7万8000よ、別に打ったから上がるっていうタイプじゃないからね。ああ、打ったら上がるわ、打ったら上がるけど、打ったら上がるけど、上がる前が7万よ、どう思う。いやもう皆まで言わんでいい、みんなが言いたいこと分かってる。あの、バケモンやろ。な、食らったらやられんねん、こっちは。だからやられんように立ち回っていくしかない。まあ、ちょっとやっぱり活躍の場は欲しいから打ってはけどさ、まあ、それでもさ、きついね。さあ、ここで肩をつけようか、貴様と。これ真ん中で打っても端っこで打っても相手の体力減らんす。なんでどこでもいい。はい、うー、カカロット。
さあこれで完全無欠っていったとこか。ここで、ああミスった。ここで、まあ、重要なのはドロリーのアクティブは取っておくことっすね。セルマックスのアクティブは賞味どこでもいい。やめろよ。おい、そう、フリー属性だけどアクティブさえ持っとけばここで耐えれるんで、あとはじっくり料理してあげるだけですね。まあこの体力ゲージ、相手の体力ゲージがどれぐらい減るか。6296万。はい、うん、ポイッチョ。これだから技ブロリーはやめられねえんだ。はい、ってな感じでいかがだったでしょうか。まあフィールド効果でサポを得てもミラーは8万とディフェンスがね。まあ正直ここのステージのディフェンス力って10万とか10万台とか20万台でも足りないわけですよ。ねえ、そんな8万が挑んだらもう小遣れただけで多分俺60万ぐらい HP 拾うことはわかる。なんか振り属性の場合だったら多分一撃でやられるとは思う。ちょっとまだ見たわけじゃないけど。はい。なんでまあ今回ちょっと常駐することはできなかったですけど、今回まあミラーを連れて行ってやってみました。まあ他のメンツに助けられたなっていう感じはどうしても否めないですね。はい、まあてな感じでご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。